佐竹の乱は、佐竹宗家と、佐竹諸流の間で起きた騒乱。別名、山入りの乱、山入り一揆とも言う。およそ百年間の騒乱で一時的に、佐竹宗家が弱まる原因にもなった。山入り氏の始祖は、佐竹貞義の子であり、佐竹義奴の弟でもある佐竹市義が、感動の上乱で先行を挙げ、その子、与え義が、山入織田の高垣、 松平などの地を与えられ、山入氏を名乗ったことから始まる。1407年に吉奴の孫義盛が没死死が、いなかったので、上杉氏からの入り、次をしたが、この際に、山入氏や、一族の長倉氏が源氏である佐竹家に、藤原政の養子が来るのに反発した。だが反対を押し切り、関東管領の三内、上杉賢条の子、吉則を迎えた。その頃、 鎌倉久保の足利持氏と関東官令の上杉、氏則が対立し、上杉全州の乱が起こる。関東官僚を罷免された氏則に代わる、新官僚には義理の兄義元が就任したので、山入氏は氏則側につき、もともと鎌倉不よりだった佐竹氏は持氏側についた。この乱は、上杉氏則が敗れて自陣したことで、乱は鎮圧。山入氏は、 足利カがに降伏したが、佐竹氏の氏族の稲城氏や長倉氏などはモ氏に、反抗を続け、モ氏の命により、佐竹義則がこれを鎮圧。日立国はこれで安定したかに見られたが、山入氏の義則に対する範囲はしっかりと残っていた。その後、山入、与リ、アは、日立守護に就任したが、鎌倉にて殺された。 与えよしの後は義豪が継いだがそれからしばらくして没し、助ケがその後を継いだ。それから幕府と鎌倉久保との間で影響の乱が起こる。持ち氏は破れ自殺したため義しは隠居し、義重に家督を譲った。15世紀末頃から佐竹氏と山入氏の中で衝突が繰り返されるようになる。その中佐竹氏の義春が没し、その後を義春が継いだ。 そのわずか4ヶ月後に、山入氏、佐竹一族、さらには、三島でもが、一気に、佐竹氏の本城の大田城を攻撃し、義春は、孫根城に逃れた。しかし山入義富士が没したため和義の機運が高まり、岩城氏の圧戦によって実現した和義では、市議は、小野崎、江戸氏との関係を断ち、義春並びに、岩城氏に同心することを誓ったが、山入氏は、 大田城を明け渡さないどころか、孫根次郎を攻め、義春を東ガレな山にまで追い詰めた。しかし、小野崎氏や江戸市などが義春に協力したため、山入軍は敗戦した。その後、徐々に体制を立て直した義春が大田城奪還に成功し、山入市議は本拠の国安城に逃れるもそこでも破れ、もてぎにて殺害される。これにより、 佐竹氏と山入氏の戦いに終止符が打たれた。ありがとうございます。